あきらです。今回は今更ですけども、この純正のパニアケースの装着ですね。これまあ結構なボリューム感だけどね。さすがあの純正のやつでねぴったりつくね。まあ、ツーリングとかねちょっと遠出するときはこれをつけて荷物持って行こうと思います。ダーンとなんかすごいもんが届いたね。ちゃんとキーがついてます。純正のパニアケースですね。すごいな。これでまあ中古だけどもヤフオクでまあそこそこ値段はしたんだけども、まあ早速ちょっとつけてみましょう。一応キー付きってことで買ったんだけども、キーが2つになっちゃうとめんどくさいんだけどね。なんのことはない。ああ、よかった。なんのことはない。オリジナルのキーでいくじゃん。これこうなってるからここに引っ掛ければいいはずなんだけど、サイズ化するとこなんだね。こっちも。困ってんだね。これね、こうしてみるとすごいボリューム感なんだな。あ、830ぐらいあるね。これってまあハンドル幅よりは狭いんだね。もうこれついてるとすり抜けとかねする気なくなるけどね。これでね両側幅広げたところですね。140だね、ちょうどね。これ広げるとちょうど
あれか、ハンドル幅と一緒ぐらいか。ちゃんと考えて作ったんだね、これね。大したもんだね。まあそれでもね、しかしこれで倒したらどうなんだろうな。この辺なんとか壊れないで済むのかね。蓋完全に曲がりそうだけどね。まあでも蓋絶対これ広げたまま走りたいと思わないけど。積載重のスピードリミットまで書いてあるの180キロ。まあとりあえずこれつけて走ってみましょう。まあこれつけて走るとどうなるかっていうのね、これつけて街の中とかね、まあ、そこそこ走ってみたんですけども、まあ、低速でねこれ左右に切り返したりすると、まあ、若干重いかなっていう感じはあるんだけども、まあ、操縦性が変わるっていうことでもないですね。まあ、物理的に重いのはしょうがないんだけども、まあ、普通に乗る分に別に邪魔になるような感じではないですね。まあ、これ普段はつけとく気はないんだけども、まあ、これで、かっこよく、まあ、どうでもできるでしょうというところですね。ちなみにね、パニアっていうのは私も知らなかったんだけど、これ英語なんですね。で、もともとはロバとかに荷物を積むときに、左右で振り分けるカゴみたいのをパニアっていう言ったらしいんですね。それが転じてね、自転車とかオートバイで左右に振り分けて積むバッグやケースをパニアっていう風になったんだそうです。ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございます。